800回もホーム800回目のホームありがとうございます。ニャンズさん、フェノムさんも200回ありがとう。こんにちは。お、美少女嬉しい。こんにちは、はい、今日は桜のつぼみを食べたいと思います。多分ね、あのね、チョコのねコーティングとかがねきっとあれだったんだろうけど、多分桜のつぼみは大丈夫な気がする。胃もたれしない気がする。いただきます。すごい美味しそう。なんか中が黄色、黄色しながら間違えた、中があれでね、ピンク、あの見た目が黄色だ、黄色、茶色、きな粉で、いただきます。うん、よき。よきですよき。おいしい。耳だよね、耳。감사합니다한국어한글어가読めないです。ごめんなさい。高野さん、ニートさん、ニートアーマヨ、アヤマコさん、ドゥルームさん、弟くんさん、ホテルカユデビさん、ヒラソウさん、ユズキリさん、メロンナソコさん、コササさん、トロさん、ありがとうございます。これはお昼です。結構ドーナツ1個でお腹いっぱいになりそう。いや、さっきベースブレッドを食べようとしたんですよ。ちょっとね、時間空いてるんだけど、前にそう、あとでドーナツ食べるんだよねってお母さんが忠告してくれて、そうだったわと思って、そうそうそう、なので、うん、そうね、喉はね、多分大丈夫。一回食事量を減らすと胃袋って小さくなるんだなと思いました。
流行りの病かかった時にガッて胃袋小さくなったんですよ。1週間何も食べれなかったから。そう、吸い込まれろ。うん、ねえ、あなたは JK をしていますか？ Yes, I know JK. JK is 女子高校生の略だよね。なんかだから女子大学生と女子 JD になるのかな。 JC が女子中学生だから JC、JS が女子小学生 JS。 高校生のジュニアハイスクールのことですね。 JKT はジャカルタの略です。確かに言えてるかも。もしもジャキジャキ言ってる人が JK だったら東京の方は JK じゃなくなる。ピアノの最初の練習でドドレドレみたいな感じでドーナツドーナツおいしいドーナツってやるんですよね。中ちゃんさん、よしさん、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。ナピです、よろしくお願いします。Thank you for coming my showroom. My name is Poppy. I'm 14 years old and please push this heart and enter pink. Thank you. 確かにおじいちゃんも JK になっちゃう。楽しそう。よくわからんが美少女。よくわからんが。よくわからんが。おう。ありがとう、嬉しいよ。競馬好きなので。おお、ジャパンカップ。ああはあはあ、まあいろんな訳し方があるよね。確かにそうなるんじゃない。わいは広島じゃけんって、広島じゃいっけ。やばいやばい。もうリアル JC です。女子中学生です。うん、すごっ。嬉しい受験。そういえばすごい広島弁。この間ね、その広島弁との話をね、お母さんとしてたんですよ。しばらくのっぴが一番言葉を発する時期に広島に行ったじゃないですか、 1,2 年生。そこから東京に戻った時にお母さんが言ってたのは、広島って
何々やけんとか、なんかなんだろう、そうなんみたいな、そうなんかみたいな、ちょっとなんだろう、方言があるじゃないですか。で東京ってそうなのとかあんま方言を使わなかったりするじゃないですか。だから舌がちょっとなまるって言ってました。なまる違うな、広島弁をよく使いすぎるとあれです、言葉がそうはっきりその最後まで言えなくなるっていうの。なんかね、そんなこと言ってました。そうそうそう、ちょっとなんとなくわかる、うん、広島弁は舌に負荷がかかるというより舌が楽になる舌が楽になるから、東京の標準語の方が舌に負荷がかかるように感じちゃうんですよ。そうだから、そう標準語はね最後まできちっとしてるんだけど、だいたいその広島弁って結構最後流しちゃったりするから、そうそうそう、舌が楽になるんですなんか怠ける、あーそう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 、舌がねめっちゃ怠けるって言ってました。私はその標準語もどっちも使えるように、広島ではなるべく広島弁っていうか、そう使い分けられるように頑張る。うん。チャルガル？たけるさんありがとうございます。なんか例えば、いやそこ行けんのよっていうのが広島弁で、あそこ行けないんだよねっていう、なんか行けないんだよっていうのが標準語。広島弁って、ああそこね本当に行けんのよねって、なんかあーっていう流れでなんか行けるんですけど、そうそうそう、行けないんだよねっていう、ちゃんとしっかりと言葉を発するっていうのがそんな気がする。そうそうそう、一語一句をねはっきり発音するのが標準語かなと思った。ナピちゃん日本語もバイリンガル、日本語も、うん、そうそうそう、敬語もねちょっと弱まる感じ、そうね、なんかちょっと逆に困っちゃうかも。しっかりとして話したい時も話すは話すけど、なんかねなんかね東京行った時にね広島弁で喋った時にえってなる時がね多々ありました、友達とか。だからねなんか配信で広島弁って使えない、その使ったらそのいろんな人が見てくださってるからちょっとね難しいなって思います。
大阪弁何々やけん違うなんでやねんとか やけん違う、うん、タウタワンはね知らなかったです。あのタウタウリンっていうオイスターの曲をで振り付けをした時にタウタウリンってどういうことかなと思ったら、タウっていうのはそのなんか高いところにそのタワーンとかタウはね届く高いところに届くタウタウリンだからなんかそこに届く。それで初めて知りました。うん。何やねん。やけんはちょっと違う。こっち側だ。うん。相手がないと。そうなの？そじゃけん、そだからこういう、そだからって言うじゃない。そじゃけんみたいな、ね。なんか敬語を使おうってなんか思った時に、私はね標準語になるタイプなんですよ。そうだから。行かれたんですかっていうのが、あの行っちゃったんですかっていうなんか行かれたんですかっていう風に言うじゃないですか。ちょっと丁寧にするときに、で、あ、行っちゃったんですかっていう、あの行っちゃったんですかっていうか、そうなんかね、あー違うわ、行っちゃったですかっていうのか、行っちゃったんですかって言わないか、行っちゃったですかって言うからちょっとそれに違和感を覚えるね。うん、言ったっけ、あーなんか、うん、んがね入らない、なんか言っちゃったんですかって言ったりするのに、言っちゃったですかって、そう言っちゃったですかだわ、言っちゃったですかって言うから、うん、あ、ええってなる、そう言っちゃったですかってちょっとはてなはてなってマークがねここら辺に、ね、できるんでね聞いたことない、なんかあずみんがね使ってたこともあるんですよね。なんか言っちゃったですかって、言っちゃったって、うん、え、うんみたいな、いいじゃん、その時にえっなる、うん、言っちゃったのとか、なんか言っちゃったんですかみたいな感じになるのか、ちょっとね、運が抜けてほえってなる、なんかチャッタをねよく使うかも、うん、まあそうあずみんは本当にめっちゃ広島弁、なんか 2.5 期ってよくあのその同期でなんだろう、話したりする時って結構身近に行く存在ではあるから、いる存在ではあるから、その全員広島弁をよく使ってくれるから、なんだろう、そう、なんだろう、勉強になる、一緒にいて、まあ、広島のなんか丁寧語がちゃったっていうのらしくて、そうそうそう、
それを使うらしいです。他の3人はね、純粋に広島の人ですね。方言いいよね、なんかちょっとね、学べると楽しいです。そう、千葉さん、そうなんですか。うん、ちょっとね、方言で思えるよね。うん、お、岡山公園に行ってウキウキしてた。あの沖前さんの You are my special、 やっぱね、初日なんか沖前さんのちょっとどこかで見学に行けたらいいなって思ってます。広島弁、そうですね、広島弁をココアさんが、はい、よく使ってますね。なんか広島弁を使わないイメージっていう方がね多いんですけど、なんか話すときは話す、そうそうそう、話せるは話せる。なんか友達と話すときとかは私はちょっと使う感じかも。うん、あの釣られて話すときもある。そういう風に広島弁を使ってたら広島弁でちょっと会話したりとか。そう、そもそももともとめっちゃ昔は広島弁バリバリだったので、あのスルッと出るときはね、もうね出るんですよ。そうなんかみたいな、そうなんよみたいな。だからね、使わないことはねないんです。で、イモピはもう完全に広島人ですね。あの国語って言うんですよ、もうあのイントネーションから全て広島人になってきてやってて、うん、すごいと思って。やっぱ友達がすごく使うとそれに影響されて使うこともたくさんあるから、私ももともとね、あとイモピが今マメタの授業やってたりするんですよ。で、マメタって言うんですよ。マメタって普通は言うんですけど、マメタって私もイモピも言ってて、私引っ越したばっかりの時に、そう、東京に引っ越したばっかりの時にその授業をやって、マメタマメタマメタって言ってたんですよ。でなんかイモピもマメタって言い始めて、え、広島の方ってマメタってなるんかねって話を前回そうお母さんとしたんだよね。うん、そう、なんかなんだろうな、そう、もちもちの木もそう、あのもちもちの木って言うじゃないですか、もちもちの木、もちもちの木って言うもちもちの木って言ってたんですよね。そう、だから広島の方ってそうなるのかなっていう風な話になります。そう、あ、両親はねスタンプは苦手だけど、お母さんはすごい勉強して、あの使えるようになってますね、はい、使いこなせてますね。そう、国語っていうのがちょっと聞いてて楽しくてあの安住と同じイントネーションするんですよ。だから国語っていうんだと思って、本当にね楽しいです、あの聞いてて会話とか。そう、マメタ、マメタを走った、
広島弁だけでお話ししたい。それはもうお話し会でに来てください。そしたらのぴちゃんと広島弁で話したいですって言われたら話すようにします。頑張るそう、トシさんも広島弁だったら私も広島弁で行くよ真似て使ったりするから。そう、もちもちの木ですもちもちの木です。授業でやってた。Are you from Indonesia? Thank you for coming my showroom. My name is Noapi. Thank you for coming my showroom. さっき言った I'm 14 years old and please push this button and the pink. Thank you. うん、では終わりたいと思います。丸太豆太、うん、確かに。いきます。大丈夫ならさせていただきます。セティイズリバープールさん、リバープールさんか、ありがとうございます。まずありがとう。ゼビズ夏美川さん、ありがとうございます。イルベですか、コフィニさん、ありがとうございます。で、ホリちゃんさん、ありがとう。ナイン、高野さん、できるまでありがとうございます。エイト、デイビッドさん、あ、間違えた、間違えたハードスキューさん、ありがとうございます。セブン、デイビッドさん、ありがとうございます。ナカちゃんさん、できありがとう。スフィッツ、ビビビトマトさん、ありがとうございます。フォーディーズ小笹さん、ありがとうございます。セイズ浦部さん、敵ありがとう。セカンドイズユズキチさん、ありがとうございます。フレッドイズホテル館ユデビト、ヤッホー元気ヤッホー元気うどんのお姉さんみたいになっちゃったヤッホーおめでとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。本日も配信皆さんありがとうございました。ハートズキュンさん、なんかハートに連れ抜いててゴンって感じだったからズキュン、いえ、はい、ありがとうございました。おはビビー、おはビビってなってるのはなぜ、私間違えてる、間違えて入れてる、もしかして、あ、まあいいか、カメリクちゃん、やっほー、あ、ごめんなさい、では皆さんまたね、ありがとうございました。 See you、 楽しかったです、バイバーイ。またねー。